クラッシュ128 8.21 東京後楽園ホールです。53キロバンタム級の一戦は池田浩二対峰大輝です。石川さん、この試合はどんなところ楽しみされますか？そうですね、まず峰選手ですね、あの先制者でカーフキックでダウンを奪われてからの逆転 KO する選手って初めて見たんで、そうなんですよ、ね、それでもう気持ちの強さですよね、に対しての気持ちの強さ、長身を生かしたスタイルがどんどん完成に近づきつつありますね、膝もそうですし遠くからのストレート、これに対して峰選手がどういうふうに攻略性を持ってきたかというのが楽しみですね、はい、池田は170センチ、この53キロの階級で非常に高い身長となってきます。峰の方は165センチ、少し身長差がある戦いです。インローを放っていくのは池田ですね。池田選手の足技がうるさいですね、入れない、これもあの長い足が邪魔になってくると、そうですね、はい、まあ、これインローキックは峰も返していきます。さあどうだ、前回はその足を壊されながらも前に飛び込んでいくパンチ、それで KO を果たしたのはこの峰大輝、青のグローブです。赤のグローブ池田、いやグローブ手も厄介ですね池田選手、うまいですよ、うまいですよ、グローブをこう前に出しながら動かしてるんですね、はい、あそこまで大きく手を構えられてしまうとパンチに入ろうって気持ちも起こらなくなっちゃうんですよね、はい、はい、あの左フックが強いのは峰大輝です。新見選手、立ち上がり1分、印象どうでしょうか？そうですね、まあまだこう、まあ、どっちのペースっていうわけではないんですけど、まあ、池田選手がこ うまく蹴り数を出してるかなっていう印象ですね。やっぱりその立ち上がりに蹴り出されるっていうのは選手とするとどんな印象を受けるんでしょうか？そうですね、まあ、蹴りで相手がカットしなかったら、まあ、どんどんローキックを蹴っていけばいいかなと。右、これはダウンです。飛び膝からの右ストレート。さあこれ結構効いてるか、結構効いてるか、かなりこれは視界が、あーっとこれはもうロープをしっかりと掴まないとどうだか、これは構えました。しかしこれは大きなダウンが生まれた。さあこのまま池田が行くかどうなるか。石川さん効いてますよね、結構見え、おそらくあのパンチが見えなかったですね今ね、はい、はい、もう完全に見えないところが飛んできた。そうですね、足が揃ったところかなと思ったんですけど、おそらくふわっと池田選手が飛んできたところまでは行ったんだけど、パンチまでは見えなかったから消えちゃったんですね。いや、リュウトさんすごい技見せましたね池田もね。すごいですね、池田選手の今のパンチもびっくりです。飛び膝からの右ストレート、そうですね、蹴り技もすごいです。でもこっからですよね、峰選手はケースベスターでもそうでしたけど、はい、こっから信じられない逆転を見せてくれましたから。そうなんです、まだまだ終わりじゃないですね。ですからここでどういう戦いを峰が見せるかというところになってきます。はい、まあ、もうしっかりとガード高く上げて、いや効いてると思うんですけどね、はい、ここもしっかりガードしています。距離を取って冷静です。左のフックに入っていく、しっかりね、あの一段というか戻ろうっていう、一段と終えようっていう捉え方をしないのがすごいですね峰選手は、はい、しっかり入っていく、蹴り足掴んではいけません。全ての掴み行為は禁止、反則です。 K1 ルール、クラッシュルールです。左フック、両者交錯するところですから、いいけど全く断できない。右アッパー、多彩な攻撃、前蹴りに距離を取って、ここで第1ラウンド終了です。ダウンを1つ取ったのは池田浩二。新見選手、1ラウンド振り返ってください。はい、池田選手はもう、まあ、今のペースのままで、2ラウンドもいったらいいんじゃないかなと思ってまして、まあ、峰選手はまだパンチが生きているんで、はい、ここで無理に詰めようとしたら、カウンターだけちょっと気をつけながら攻めていってほしいなと思ってます。まあ、前回実はそのケースフェスタの試合、私この峰の試合実況してたんですけれども、その後たまたまバックステージで峰とそれからセコンド陣とすれ違いまして、もう肩で支えられてほとんど歩けない状態だったんですよね峰は。それぐらいまで足を痛めつけられた後でもしっかりと逆転勝ちをする、まあ、そういった根性の持ち主です。ファイターですね、はい、今青コーナー、こちら若市会館の面々です。高橋直樹選手が足をさすっています。そしてその手前には高橋選手の妹、萌え選手。さあ第2ラウンドどうなるか。第2ラウンドが始まります。ミュートさん、ですからここからの逆転というのが生まれるのもクラッシュのリングです。すごい楽しみにしてます、きっとね、ミネは見せてくれるかもしれませんし、池田がこのまま押し切るかもしれませんし、さあどちらにしても KO 必至の戦い、それがクラッシュのリング。距離を取っています、ステップを使っています峰です。かなり遠い距離、池田の蹴りも届かない距離です。新見選手、こういうふうに峰は戦ってきますね。はい、そうですね、
まあ、ダメージがどうなのかなっていうところはちょっと心配ですけど、うん、はい、第1ラウンドは飛び膝からの右のストレート、これでダウン取った池田、そのダメージの回復具合はどうか。インローはローブローです。ちょっと今ドンピシャーでしたね。選手の回復なんてちょっともう前に行くようなところにカウンターのように入ってしまいました、はい、これはちょっと時間がかかりそうです。今インターバルが取られます。このシーンです。池田選手としては今思う通りの1ラウンドからですね、はい、思う通りの試合展開を作れていたので、その中でもちょっとアクシデントね、ちょっとこれはやむを得ないけどね、うん、池田選手は1ラウンドダウンを取った後にですね、はい、雑にいかなかったというのが恐ろしいなと思ったんですね。お、うん、いつでも俺は倒せるよっていう焦らないでも倒せるって今の自分のスタイルの自信があるのかなっていうように見えましたね、はい、なるほど、はい、いつでも倒せるよってもうすぐにそこで行くっていうのも選択肢にはもちろんあるわけですが、はい、そこで行かずとも、そうですね、いい意味で綺麗に戦って、うん、はい、でたまたまね2ラウンド目を見たけどいつでも倒せるっていう感覚がある、そういう自信を持っているんでしょう。ニミ選手やっぱり選手としてはこのリングに上がる以上は、はい、クラッシュに上がる以上はやっぱり倒したいっていう気持ちは相当持ってるわけですよね。そうですね、あると思いますね。やっぱですからその気持ちがある中でも焦らずに試合運びができるようになっている今の池田。おお、ただ峰も行きますよ。蹴り返していくのは池田浩二、前蹴りでこれ距離取っていきます池田です。右のミドル長い足、いやーこれローキックも距離が厄介ですね、峰、えー、選手としてはですね、そうジャブロー前蹴り全てあとストレートもですね、うん、厄介。リュウトさん、響いてくるこの音ってどうですか会場で。やっぱすごい迫力がありますね、なんかなんていうんですかね、ワクワクというか、はい、次の展開が気になります。このね、後楽園ホールにこの音がね、バシーンって響くんですよね、うん、そんな中でもこの両者さらにこの相手を倒していく、そういった打撃を連続で出していく形になります。右のカーフキックを打っていきました池田浩二、うん、この鉄壁の距離感ですよね。これを縮めたいんだけど池田選手が無駄打ちをしないから、はい、隙がないんですよね。無駄打ちというかそういう攻撃があれば峰選手は一気に入れるんですけど、この全部ですね、ジャブもローも全てが的確なんですよね池田選手が。となると峰はもうそれ全てガードするかしっかり下がるか。そうですね、もしくはフットワークを使って斜めにステップしてとか、横から入るかとか、そういうことをしないといけないんですけどね。ですからその攻撃をかいくぐって前に入るのは、これは左ストレート、非常に難しい。今みたいな飛び下もリズムの中で自然と出せるから本当に厄介ですね。完全に2回距離を制してますよね池田選手が。あれね、先ほど膝からの右ストレートだったんですが今左ストレートでしたし ね、はい、ね、その多彩さというところも池田です。右のキック、峰は入れるか。新見選手、峰にこう入るチャンスどんなところになりそうですか。そうですね、まあ、こうやっぱパンチでこう入るって感じになってしまってるんで、はい、まあ、ちょっとこうパンチで入るとしたらもうちょっとこうタイミングを変えたりとかしてこう入らないといけないのかなと思いますね。それはもう毎回違うタイミングでということになってきますよね。そうですね、相手がこうやりにくそうにしたタイミングとかで入るといいのかな、なるほど。そこをこう峰は今見つけることはできるか。バッティングとなりました。距離が近くなったときはこの頭がぶつかってしまう、これには気をつけなければいけません。今このバッティングになる前ですね、細かい動きだったんですけど、峰選手のパンチがポンポンポンと当たったので、はい、あの感覚ですね。なるほど、感覚を、はい、距離、あの距離感、入り方を3ラウンド目に一気に詰めてきたですね。前蹴りにここ飛び込んできたところ、ここで第2ラウンドが終了です。3分が経過して残すは第3ラウンド、残り3分となりました。峰大輝は相手が身長が大きくても僕にはパワーがあるんだと、自分だけが当てて勝つ、そんな試合を見せたいと言っていました。第3ラウンドはなんとかそれを作っていきたいところ、第1ラウンドにダウンを奪っているのは池田の方です。あ、膝も張ってますね。うまいタイミングですよね。そして左ストレート、もう一つあります。池田選手としてはこのまま無理に倒しそうとせずとも、このスタイルを極めていけば、はい、このままいけば、はい、どこかのタイミングで倒せるから無理しないでこのまま行ってほしいですね。はい、はい、峰選手としてはパンチが当たる
感覚、距離感掴めたと思うので、そこをこの最終ラウンドで一気に詰めていってほしいですね。さあ最終第3ラウンド、お前に行きます池田浩二です。それに峰も応えるか、得意の左で入る、あの左に倒しているのが峰、前回の試合です。入れるか、ケインに対してもう肉を切らせたいですね、水選手は、うん、今日の池田選手は鉄壁ですね、はい、新見選手も被弾確保で行くぐらいの気持ちでもいいんでしょうか。そうですね、峰選手はもう分数取られてしまっているので、はい、もう勝つには倒すしかないのかなという状況なので、はい、もうしっかりパンチで距離詰めていくしかないですね。池田も当然それを分かっている、そこを待っているかのように動いてくるかもしれないこの第3ラウンドです。右のローを払ってくるリュートさん、でもここまでの KO もね、あっという間に生まれてますもんね。そうですね、今回も生まれるんですかね。見せてくれそうですよ、この2人だと。右、こうやって入ってくる、うまい右でしたね、池田選手、リュートさん、まさしく今みたいな、今のはすごいパンチでしたね、左だ、今度は入ってくるところに左、そして右、頭を振りながら左のパンチは池田、しかし峰も返す、面白いようにパンチを出しますね、うん、峰左、いやいや分かりませんよ、ああいう展開に持ち込めたらいいですね、峰選手は、池田選手無理に打ち合う必要はないんですよ、はい、合わせることはいいんですけど、無理に打ち合うとやっぱり峰選手の回転が速いですからね、はい、後頭部に打撃を当ててはいけません、後頭部は反則です、そして掴むことはなくすぐに離れないといけません、これがルールです、K-1 ルール、クラッシュルール。左ミドル、さあ入るか、右で入ってくる、近いところ、新見選手でもまだ峰にも全然チャンスありそうですね。そうですね、まあ、まだパンチが生きてるんで、どんどん打っていった方がいいですね、一発当たれば、一発倒せばというのがこのリングです、はい、さあ左、近いところ、ここはブレーク、距離があります、近距離では峰選手ですからね、はい、両選手に対してこのホールディングに注意が与えられています。新見選手結構近いところ、やっぱ池田嫌がってそうですね。嫌がってますね、はい、峰選手はもうここでどんどん倒しに行った方がいいですね、この近距離にさせないための戦略を用意してきましたからね、池田選手は、はい、徹底して峰はそれをしっかりと遂行していきたい、近いところ、そして池田はその近寄らせない作戦を遂行したい、ただ近い、これは峰、さあどうだこのネット、さあリュウトさん、ここから20秒目が離せませんよ、最後まで諦めないで頑張ってほしいです、さあ残り15秒だ、さあ峰が倒しきれるか、それとも池田しっかりと差をつけられるか、残り10秒切った、左峰、両者の左があった、そしてさらに入ってくるのは峰、右のオーバーハンド、ここでゴングです、さあ判定に入ります、一つダウンを取っているのはこちら池田、2ラウンド、はい、最終ラウンドで展開が変わりましたね、見応えのある場面が何度もありましたね。判定結果をお知らせいたします。ジャッジ箱崎30対27赤池田30対27、ジャッジ梅木30対27赤池田、池田の勝利です。36赤池田、以上判定3点を持ちして3人とも池田を指しました。ダウン1つを奪った池田、峰大輝に対してしっかりと差をつけての勝利、バンタム級トーナメントの敗戦からまずは1つここで勝利を見せています。勝ちました池田選手にはトロフィーが贈られます、リュートさんに感想を伺っていきましょうか、いかがでしたか。そうですね、峰選手も最後までパンチが弱まらなかったところがすごかったですね、そうでしたね、はい、ですからあれがまだ当たっていれば分からなかったでなっていうそういう期待感を、ね、見せてくれましたよね。そうですね、そして勝利を収めたのはこの池田でした。新見選手振り返ってください。そうですね、池田選手はパンチも蹴りも強くてバランスいい選手だなって改めて思いましたね、うん、峰選手は、3ラウンド良かったんですけど、それをもうちょっと早めの2ラウンドとか1ラウンドからあの展開に持ってきたかったなっていう感じですね。場内の皆様にご案内申し上げます。
勝ったのは池田浩司、これでプロ8戦5勝となりました。さあここからさらにステップアップ、上位を狙っていきます53キロバンタム級戦線です。